クイーンズパーク駅は、ロンドン北西部、クイーンズパークにある、ロンドン地下鉄とロンドンオーバーグラウンドの駅である。キルバーンの西、サルズベリーロードの南端に位置し、トラベルカードゾーン2に含まれる。当駅は1879年6月2日に、ロンドンノースウェスタン鉄道が、ロンドンバーミンガム間を開業した際に開設された。1915年2月11日、 ベーカーストリートウォータールー鉄道がキルバーンパークから延伸して当駅に達し、1915年5月10日、ベーカールーチューブの列車が当駅から北へ新設されたワトホード DC 線を経由してウィルズデンジャンクション駅まで乗り入れるようになった。以前はナショナルレールの列車が停車していたが、2013年12月以降は停車しなくなっている。 なお、この変更が行われた際の事業者はロンドンミッドランドで、最末期の停車本数は1日3本であった。当駅には、島式ホーム2面4線、相対式ホーム2面2線があり、すべて地上に設置されている。本線鉄道の観光線に設けられたホームは、補線工事や部分運休の際に使用され、 ベーカール線のトンネル入り口は当駅の東約300メートルのところにある。ベーカール線には当駅を起き終点とする列車がある。ため、島式ホーム2面4線の中央2線から発着し、2番線が東港、3番線が採用である。駅西側で、ベーカール線の線路は4線に分かれ、留置線となる。ワトホード DC 線に直通する列車は留置線の 外側の線路を通過する。ベイーカール線の列車の約1、3は当駅止まりとなって、ウィルズデンジャンクション、ストーンブリッジパーク、ハーローウィールドストーン方面には直通しない。駅の外からホームに入るには、自動改札機を通る必要がある。ロンドンバス6、36、106、187、316が当駅を経由する。 当駅には2019年完成予定でバリアフリー対応に改築される計画がある。ありがとうございます。